立体の授業を始めていきます。音というのは目に見えないものですが、それを立体造形に起こして台盤上に空間的に配置していくという意識で制作を進めていきましょう。こうすることで人に何か動的なイメージを与えて、音というものを感じさせやすいような構成にすることが成功しています。音が動的なものであるということをしっかり意識した上で立体制作を進めることができています。パチという一つの音だけではなくて、パチパチとたくさんの造形を連ねるリピテーションをしっかりと使うことによって音の表現に成功している作品だと思います。はじめまして、実技講師の浅野です。受験生の皆さんの中には受験対策を始めて日が長い人、短い人、様々な人がいると思います。受験対策はデッサンをしたり、色彩構成をしたり、立体構成をしたり、様々なことをしていきますが、各大学の傾向に合わせた対策をしっかりとしていくことが重要です。まだまだ実技に対して不安がある人がたくさんいると思いますが、京都アートスクールでしっかり対策をしていけば必ず合格できると信じています。またそのためのサポートは私がしっかりとしていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。